IB 作戦マイク実験装置実験装置は、その外観からソーセージと呼ばれた。なお、装置本体から突き出ている長い直線上のパイプは、プライマリー、セカンダリー反応の測定機器である。IB 作戦は、アメリカ合衆国が1952年11月に、マーシャル諸島のエニウェト区間省で行った、各実験である。本実験は、 タンブラースナッパー作戦に続いて実施されたもので、本作戦に引き続いてはアップショットノットホール作戦が実施されている。11月1日のマイク実験と11月16日のキング実験の2回が行われた。マイク実験は史上初の水素爆弾の実験であり、テラー・ウラム型に基づく多段階式核融合兵器であった。核融合燃料には 液体重水素が用いられている。そのため、極低温に冷却する必要があり、機材は非常に大掛かりで、マイク実験装置は73.8トンもの重量があった。マイク実験の際、直径5キロメートルの火球が出現し、キノコ雲は最大で高さ37キロメートル、幅161キロメートルにも達した。実験後、爆弾が設置されたエルゲラブ島は、 あともなく消滅し、直径 1.9km、深さ 50m にも及ぶ巨大なクレーターが残された。キング実験は大力核分裂兵器、マーク18の実験であり、それまでの核分裂兵器としては、最大威力の実験となった。これは、核融合兵器のバックアップとしての大力兵器の意味合いがあった。B-36 により、 ルニット島の北方610メートル地点から投下され上空450メートルで炸裂した。ありがとうございます。